ベイ・米ロサンゼルスで合宿中のプロボクシング WBC 世界バンタム級王者の中谷淳と26イコール MT が10日日本時間11日ドジャースタジアムを訪れた中谷は10月14日に同級1位ペッチソーチットパッターが30イコールタイを相手に2度目の防衛戦有明アリーナを予定しており8月22日から恒例のロス合宿を行っているこの日はドジャース カブスのカードで、ド軍は大谷翔平、30、が、1番、DH で先発し、山本義信投手、26、が先発で約3ヶ月ぶりに復帰登板。家軍は今永翔太投手、31、が先発で大谷と2度目の対戦に臨むほか、鈴木誠也外野手、30、も、3番、DH でスタメンに名を連ねた。日本選手4人が同時に先発出場するのは、 2007年5月4日のヤンキース、井川圭、松井秀喜、マリナーズ、イチロー、城島健治、以来17年ぶりとなった。世界3階級制覇王者で、来年以降に世界スーパーバンタム級4団体統一王者、井上尚弥、31イコール大橋、との対戦も期待される中谷は、前回ロスで合宿を行った今春にもドジャース戦を2試合観戦。大谷翔平投手、30、の本塁打を見て刺激を受け、 7月20日の初防衛戦ではボディ一発で1回計大勝ちした。